2011年3月11日午後2時46分、東日本大震災が発生しました。地震の規模はマグニチュード 9.0、 宮城県で最大震度7を観測しました。この地震により津波が発生し、東北地方に大きな被害をもたらしました。2011年5月、震災発生から約2ヶ月、私たちは初めてボランティアに向かいました。主な活動内容は家屋の床下の泥出しでした。床下には5センチから20センチのヘドロが堆積しており、約20トンの泥をかき出しました。時間が経つにつれてボランティアに対するニーズは異なってきます。そもそもなぜボランティアを行うのか、現在私たちができるボランティアとは何か、四日市東日本大震災支援の会代表、四日市大学総合政策学部の紀藤教授に話を聞いてみましょう。7月ぐらいから、皆さん仮設住宅に入られて、ようやくまあ落ち着いたといえば落ち着いた生活ができるようになりました。でもその、被災して、まあ、家が、壊れてですね、まあ、仮設住宅入るわけですけども、その元住んでた地域の、近所同士で同じ仮設に入れてるわけではなくて、みんなその順番に建設が、まあ、出来上がった順番に抽選とか、まあ、いろんな方法があるんですけども、バラバラに仮設住宅に入ってしまってるわけです。だから同じ仮設住宅に住んでても、知らない同士っていうことがほとんどで、で子どもたちも全く別の小学校に通ってるような状況にあるわけですね。ですから、まあ、当然ですけども仮設住宅っていろんな不自由な生活、お互いに近所で助け合わなきゃいけないわけですけども、そういうコミュニティがなかなかうまくその交流ができないっていうことがすごい深刻な、問題としてあるわけですね。まあ、行政もいろんなサポートをしているわけですけども、やっぱ仮設住宅に住んでる、皆さんがお互いに協力して助け合うっていうことが、まあ、一番、理想的なわけで、それでまあ自治会というものが仮設住宅にはできるわけですね。で、まあ、自治会のお世話をしている人、まあ、大変なんですけども、まあ、住人同士でお互いに助け合うっていうことをずっとしてるわけですけど、やっぱりお年寄りだとかですね、その仕事を失ってずっと仮設に生活していらっしゃる方だとか、どうしても孤立してしまう人が出てくるわけです。でそういう人たちを我々が出かけていって、まあ、お茶会だとか足浴だとかをして交流をしているわけですけども、我々がまあ遠くから高校生や大学生が来てくれるっていうのが、まず被災者にとってはすごく嬉しいっていう言葉をすごく聞くんですが、まあ、我々の目的として一番大きいのは、全くその違う小学校に通ってて名前も知らない同士の小学生とかが、やっぱりそのある程度の長い1年になるのか2年になるのか生活をしていかなきゃいけませんから、お互いに友達同士にもなってほしいし、そういう交流の中でお互いに助け合うっていうことで、その仮設住宅の中でのコミュニティの形成の助けになればなっていうのが一番の目標なわけです。だから、まあ、大人同士も子ども同士もそうなんですけども、まず名前をこうお互いに自己紹介をして知り合って、ではどこで被災したんだだとか、あこんな家族構成なんだっていうことをお互いに知ることによって、その仮設住宅っていう仮の住まいではあるんですけども、お互い その助け合うっていうことがまあできていって、でそうすると、孤立する問題とかっていうのが、まあ、多少は我々 その支援活動で解消されるではないのかなっていうのが一番の目的なんですね。2012年12月14日、私たちは再び東北に向かいました。四日市大学1年生、室田君に意気込みを聞いてみましょう。現在の被災地の生活状況を知って、自分が被災地や地元に帰ってできることを今回のボランティアを通して学んでいきたいと思います。そして初めてなので気合を入れて頑張っていきたいです。今回のボランティア活動には、私たち四日市大学生をはじめ、四日市看護医療大学、
桑名北高校、メリノール女子学院、暁中学高等学校の学生生徒さんたちが参加しました。今回のボランティアに誘ってくださった紀藤先生のお話を学校で聞く機会がありまして、その時のお話に強い衝撃を受けて、どうしても参加させていただきたいと思いました。それで今回のボランティアだけでなく、震災の教訓を次に僕たちが生かせたらいいなと思って参加させていただきました。バスで12時間かけて宮城県大曲浜地区に行きました。これから私たちが東北で見たもの、学んだことを皆さんに伝えたいと思います。この方は東松島市大和運動公園仮設住宅の自治会長を務める小野武一さんです。私たちに大曲浜地区の説明をしてくれました。実はこの地区、昨年の震災以降ですね、市の方から、行政の方からですね、もうここは人住んでダメですよと、約650戸ぐらいここに建ってましたけどね、強制的に所在に転移してくださいって言われた場所なんですね。ですが人が住まないわけですから、急いで壊さなくてもいいわけですね。まだこう手つかずで残っております。じゃあここで実際どんなことがあったのかという話をですね、これからちょっとさせていただきますけども、2人子供さんを亡くした方がいらっしゃいます。地震の後津波が来るよということですね。子供さん2人を乗せてですね、ここから2キロぐらい先のですね、大曲小学校っていう学校にね、避難をしました。で2階の教室に上がったそうですけども、当時の雪が降っててですね、とっても寒い日でした。で子供さんたちが、お母さん寒いってね言ったので、お母さんがですね、まだ津波来ないだろうと思ってね、その子供さん2人を車に乗せて家に戻ってきたんですね。それでもう家から毛布だとかそういったものを車に積んで、またその大曲小学校に向かって走り出したそうです。でその時にですね、津波が来まして、でいろんな家なんかにぶつかりながらね、田んぼの方まで流されていったそうです。そしたらその田んぼの近くで運転席側がぶつかったそうです。で運転席側のね、ガラスが壊れまして、でその荷台に乗ってたトラックの運転手さんが、お母さんもですね、その壊れた窓から引っ張り上げてくれたんですね。でお母さん助かったんです。ところがお母さんだけは引っ張り上げたんですが、車はそのままのまた津波で流されていったわけですね。で窓ガラス壊れてますから、水はどん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 入っていく、ね、そして子供さんたちが後ろの座席に乗ってたんで出れないわけです。ね、お母さん助けて助けてって叫びながら流されていったそうです。でお母さんは助けられたその運転手さんにね、ぎっちりこう抱き止められながら、ただ流されていくのを見てるだけだった。でその後でそのお母さんがね、運転手さんにこんなことを言ってしまったんだよって、うちのね嫁に言うんですね。で運転手さん、私助けてほしくなかった、私も子供たちと一緒に死にたかった、できるんであれば私が死んでも子供たちだけを助けてあげたかった、そんな話をですね、運転手さんに言ってしまったそうです。でも運転手さんね、決して悪いことをしたわけじゃないですよね。手を伸ばして助けられる人いたら助けますよね。3人いて1人でも手伸ばして助けられるんだったらば、全員は助けられないかもしれないけども一人でも助けてあげて、運転手さんそんな気持ちだったと思うんです。でもその二人はね、運転手さんは本当にお母さんにそういうふうに言われて助けてよかったのかな、ね、お母さんは思わずそういうふうにね、運転手さんに言ってしまった。その思いをこれからずっと一生ですね、胸の中に秘めてですね、生きていかなきゃない人もいらっしゃるということなんです。他にもこのような体験談をたくさん聞き、精神ケアの必要性を身にしみて感じました。それでは今回の交流会の様子をご覧ください。朝10時、響工業団地に着きました。
ここには仮設住宅が建てられており、仮設住宅内の集会所で交流会を行いました。あいにくの天気でしたが、四日市大学、四日市看護医療大学、桑名北高校、メリノール女子学院、赤月中学高等学校がそれぞれ様々な企画を用意しました。桑名北高校の生徒は玄関に飾るイルミネーションと交流会で飾るクリスマスツリーのセッティングをしています。当日は現地の高校生にも来てもらい、準備の段階から仲の良いコミュニケーションを取ることができました。四日市名物の水沢茶と交流会のチラシ、クリスマスカードを配っていた高校生が帰ってきました。メリノール女子学院の皆さんはバルーンアートの準備をしています。いよいよ交流会がスタートしました。こんなに若い人から年寄りまでみんなでね、こんなにしていっぱい作らせて、楽しく肩から足からみんなやってもらってね、幸せでね、本当に今まで大変な時があったから、今は美味しく何でも食べれて、何食べても美味しいし、みんなの気持ちが伝わってきて幸せだなって、主人と二人でいつも言ってます。本当にありがとうございます。震災の時は、娘が、中学校に1年生だったんで、先輩たちを卒業式に出て、その後早く帰ってきて、その後震災にあったんですけど、津波の経験とかほらなかったから、地震は常に2とか3とかあるから分かってはいたんだけど、あんな風になるとは思ってなかったので、1ヶ月ぐらいしてからかな、うちを見に行ったんだけど、うちなかった時、もう何にもないんだなと思って、その時はやっぱりショックでしたよね。でこの人もやっぱりショックっていうのもあったのか、余震とか来るとこうお腹痛くなったりとか、ご飯食べなかったりっていうのもあるんですけど、今この仮設に来て、こういう皆さんがいろんなとこから来てもらって支援をしてもらうんですけど、いろんな遠くから来てもらってます、なんていうのかな、お礼っていうのもあれなんですけど、自分で作ったほらビーズとかブレスレットとかを作って皆さんにあげてるっていう。交流会の後半にはみんなで合唱しました。今日は、朝から雨が結構ひどくて、でしかもすごく寒くて、人が、来てくれるかどうかすごく心配したんですけども、思いのほかたくさん集まってくれて、すごく良、かったんじゃないでしょうか。でそれで、おそらく、今までやった中でも、すごい盛り上がりっていう意味ではすごく良かったと思います。交流会終了後、紀藤先生と数名の学生以外は夜行バスで三重県に帰りました。今回ボランティアに参加できなかった四日市大学の学生が教室で味噌汁を作って、支援の会の帰りを待っていてくれました。
帰った皆さんは翌日の朝に大学に到着し、用意してもらった味噌汁とおにぎりを食べ、ミーティングを行いました。瓦礫の状態を見たの2回目なんですけど、やっぱりすごいと思って。次の日、残ったメンバーはレンタカーで県内を走り、いろいろな場所を見学してきました。この道路は中央線のところが地盤沈下しています。 JR 東日本気仙沼線の線路はこのように跳ね上がっていました。画面の中央にあるガードレールより上まで海水は上昇し、画面中央にある病院の1階は水没してしまいました。仮設のコンビニがありました。この小学校はこの辺りで唯一の避難所でした。山の下にある町には15メートルから20メートルの津波が押し寄せました。東北ボランティア初期の頃からお世話になっていた北村翔子さんの家に行き、ボランティアに対する思いなどを聞きました。ボランティアのことは全く考えないで4月中ずっと生活してたんですけれども、震災が起きてあまりに環境が変わりすぎて、自分たち家族でどういうふうに動き取ったらいいかまるっきりわからない状態が続いたんですけれども、5月に入ってからボランティアの方に突然訪問を受けて、やはり非常に助けられました。でやっぱりボランティアの方のその恩恵にすごく最初は本当にこのように甘えていいんだろうかっていう思いがあったんですけれども、皆さんのその気持ちが嬉しくて、それでいろんなお手伝いをしていただいてすごく感謝してます。日本の国は地震の多い国なので、どの県の方々にも防災意識を高めてもらって、やはり命を大切にすることを最優先に考えていただいて、震災が起きたらまず逃げるっていうことをしてほしいと思います。で安全な場所に避難するっていうことをいつも念頭に置いて生活してもらいたいと思います。確実に分かっているのが、この震災経験した地域の人たちは確実に防災意識が上がっていると思います。で先週も震度5で津波警報出ましたが、やっぱりみんなすぐ逃げたり連絡取り合ったりという意識が高まっているので、まあ、今後も起きても前回よりは被害を防げるんじゃないかなとは自分的に思います。もう何していいか分からず、とりあえずその近くの避難所に避難してたんですよ。まあそこでやっぱりなんですかね、やっぱみんな一つになって協力し合いながらこう何から何まで頑張っていて、やっぱその人との絆っていうのがとても深まりました、はい、ここに住んでる方、大勢の方が自分の家族を亡くされたり親戚の方を亡くされたり悩みを抱えて、私たちはそこに戻って生活をすることができないわけです。大勢の方が自分の家族を亡くされて心に傷を持ってここに入居してまいりました、うん、震災直後ですといろんなもので物質的な支援が大変重要だったわけですけれども、今はそういったことではなく精神的な支援が今一番大事になってきております。全国の方々の心の支えになっていただけるようなそういった場が今とても重要なことになっていると思います。まあ、そういった支援をですね、今後もずっと続けていただければと思います。
今回のボランティアを通じて私たちはさまざまなことを学ばせていただきました。東北の方々のお話を通じて私たちが日頃から地震などの自然災害に備えておくこと、そして私たちができる重要な支援は被災者の精神ケアのためのボランティアであると学びました。